え今回はですね、えー、ウォートークンを ウォートークンっていうのはね当然ですけども私も小野里さんが始めた時にね勧められてるわけなんですよそして小野里さんは2014年ぐらいかな私がネットビジネスを始めた時と同時ぐらいに知り合ってですねそれから非常に仲良くさせていただいて私の経営したお店にも来ていただいたりとかですね、えー、徹夜マージャンをしたりとか焼肉を食べに行ったりとかで年末年始を過ごしたりとかね小野ザさんちに泊まりに行ったこともあったりとか 非常に、ねえー、仲良くさせていいただいてっぱ、えー、で人格もそうですしライフスタイルもすごいし私よりもね、えー、少し年上なだけなんですけども2つぐらいは年上なだけなんですけども。 とってもお手本にする部分が多いかなと思っております。まあ、だからといってですね、小野崎さんの参加しているビジネス、小野崎さんの選んでいる投資案件、すべてに私も参加しているわけではありませんし、はっきり言ってほとんど参加してないと言った方がいいかもしれません。それはですね、小野崎さんの進む道と私の進む道は明確に違うからなんですよ。違うんですけども、接点っていうのがゼロではなくて、友人として付き合って,合っていける部分がある、信用できる部分もあるとかね、そういう形でございまして、えーまあ、全面的にね、えー、小野崎さんを神様 扱いいいいしししてててるるわわけけででもななかといって小野沢さんを全否定してるわけでもないこれはねほとんどの人が人に対してそう思ってるはずなんですよ信用してる方ね信用してる方に対しても全部信用してるわけではないっていう話をこの前しましたよね例えば久保さんを信じてますっていう人本当にありがたいと思いますけどもじゃあ私の言うことを信じるんだったら明日地球が滅びますよと滅亡しますよって言ったことも信じますかって言ったらそれはどうかなっていう方がねたくさんいると思うんですよ要するに自分の都合のいいところを信じて都合の悪いところは信じないそして自分に都合が悪くなってきたらあ何々さんを信じたのにっていうふうに責任を転嫁する動きって これ誰にででもあると思うんですよまあそういったね自分勝手な心といわゆる戦っていくところも一つの誠実さかなと思いますし勇気かなと思いますさあちょっと話を戻しますけども小野田さんがねウォートークンっていうことをずっと勧められていて私はね同時期にあの例のやつについてなんですけども今ウォートークンが出勤停止になって結構長いんですよ で、えーと、私の方はもう解消しましたけども、あの例のやつね、あれの出勤遅延が一部に起きていて、これも3ヶ月ほど続きました。現在では、あほぼ100%、全部かなあの、一人一人、ね、参加者が5万5千人もいますので、全員をリサーチしたわけじゃないですけども、私から見える範囲では全解決しております。ということでね、 小野沙さんと私の共通点と言いますか、私が小野沙さんに非常にね、学んでいるところっていうのがあるんですよ。それはですね、苦しい時に逃げないってことでしたね。小野沙さんは今、ウォートークンの出勤停止になってきて、たくさんのね、紹介者を出したりとか、それから動画を毎日ね、調子のいい時とかも、もう悪い時も、もう関わらず毎日発信している。ウォートークンの話ですよ、ウォートークンのおすすめですよ、ウォートークンの、あの、まあ、メリット、デメリットですよっていうふうな、いろんな、あの、動画を発信しているところで、 多くの方が小野雑さんの情報を頼りにしていると思うんですよね。でも、うまくいってるときはいいんですけども、うまくいかなくなったときって、ウォートオークに対して小野雑さんに質問が集中したりとかね、もしかしたら非難が集中するかもしれません。でもそういうときだからこそ、セミナーを全国で繰り返したりとか、動画で毎日、ウォートークの現状ですよってことをね、素直に話したりとか、自分が考えていることとかもね、そこに付け加えて話してくださるということなんですよ。小野雑さんはウォートークの社員でも創業者でも何でもないですよ。一参加者です 一参加者ねとということは動画を見てる人と同じ立場なんですよ動画を見てる人が動画を小野崎さんから聞くばっかりじゃなくて自分でも発信するべき立場なのかもしれませんもしかしたらね。だから人の情報をくくださいくださいで言うんじゃなくて自分でも分かることとか自分で考えてることを発信してもいいはずなんですよね。でも小野崎さんは こういう状況がある時でもしっかりとね、批判を恐れずに発信しているということは、あの、私もね、あの、見習わないといけないなと。で、例のやつに関しまして、出勤チェーンが起きた時に、私も一位参加者としてね、別に社員でも何でもないんで、義務はないんですよ。放送する義務はありません。放送する責任もありません。でもですね、苦しい時こそ、私のことを、 私の情報を求めてる方がいると思うからそして掴みかねている情報を私が伝えることができるかなと思いますのでやっぱりねそういう時こそ毎日のように放送してました。 もう例のやつ参加してない方が見ると、久保さん、そろそろ話題戻してくださいよ、こういうのもありましたけども、やっぱりね、えー、例のやつの情報が欲しいんですと、不安でしょうがないですと読むの、夜も眠れませんと、胃が悪くなりましたみたいなね、そんな話がありますんで、やっぱり一人一人の方にね、私のできる限りのリスクヘッジ策をお伝えしたりとか、もっと言ったらですね、お,おいくらですか、お金はと、どのくらいされてるんですかと。 それはちょっと力量を超えたやりすぎですねってことも言いながらも、じゃあ会社に交渉するんで優先的にあなたの口座にお金を振り込むようにしますねってことで仲介をしたりとかね。これも本人が会社にすればいいことを私が代行してるわけなんですよ。本人は何もせずになぜか私に相談すると。会社に相談したらいいのに私に相談するって。でもそれも込みで多分直接会社に連絡してもなかなかね。 えー、営業時間の問題があったりとかあのご自身の自由な時間になかなか電話がつながらないっていう問題があるんで久保さん時間が空いてる時にお願いしますよって形で私にね、えー、ご相談くださったと思うんですよそれも一つの私に対する信頼だと思いますので私の体が空いてる限りできる限り全ての方に対応してきましたというよりも100人相談してくださって100人私はあのその相談をね退けることなく希望の通りに 動いいてきたと思いますうんどなたかねあのメール送ったんですけど返事がありませんってことは多分迷惑メールに入ってるんでしつこくメールを送ってくださるしかないかなとかね場合によっては私のところに電話をかけてくださった方もいたりとか自宅に訪問してくださった方もいてねやっぱりねそういう方行動をする方っていうのは早く解決しますねうんまあ全員いいんじゃないですけどねまあでも今ほんと解決してよかったなと思うのはあのやばい時こそ不安な時こそ強気に出て自分が逃げないっていう姿勢が自分のことも鍛えてくれますしね どっちかっていうと私もですね他の会員さんにどうすればいいんですかって聞きたいことありますよまあないですけどもないですけども聞いてもいい立場なんですよ単なる会員ですからねただ私は単なる会員ですっていうふうに責任を回避するんじゃなくて私も単なる会員だけどもでも皆さんよりは 5年も関わってますんで、詳しいと思う。そして交渉も多分できると思う。トークもできると思うし、影響力もあると思うんで、皆さん個人個人が一人でやるよりも、私に任せてくださった方が可能性は広がるんじゃないですかっていう風なね、こんなね、あの、自分でもまさに、 自ら進んで責任を取るような発信もすするわけなんですよでよもそういうことによって参加してる皆さんがね少しでも安心していただけて少しでも信じてみようと思う気になっていただければいいかなと思いますんでおせっかいにもね出しゃばったわけなんですけどもおかげさまでね私もヒヤヒヤの月が終わりましてもう全員解決してよかったなと思いますでそこへね小野崎さんの「ウォートークン」の動画を今でも見ると「小野沢さん苦しいけど頑張ってくれ」っていうふうに心の中では、えー、お話し,しますね でところでね、私がウォートークに参加してるかどうかなんですけども、実はね、あの小野崎さん、もうウォートークに僕も参加しますよって言った、その日か、次の日ぐらいにあの、ちょっとウォートークの出勤が危うくなってきたっていうかね、なんかざわざわっとしてきたんで、ちょっと様子見ようかなと思ったときなんですよ。で、なぜウォートーク、私がね、すぐに参加しなかったとうと、ウォートークに割く資金をずっと考えてなかったんですよ。 他の資金計画があって、全然余裕が、要するに投資に回すお金はずーっとね、パンパンで余裕がなかったんですよね。そこに、小野田さんの大東ートークンの話が来たんで、じゃあ大東ートークン参加するための余剰資金を他の投資で作っていかないな、作っていかないといけないなって感じで、捻出してる途中に大東ートークンがそういう形になっちゃったんですよね。私も大東ートークンとかにの参加する場合はですね、やっぱり最低額100万とか、数百万から行こうと思ってましたんで、10万、20万で参加する気はなかったんでね。だから、とりあえずアカウント作ってみたいなことは考えてなかったんですよ。うん、だからね、 あの本当になんかタイミングがいいと言いますか自分の投資に対する判断というのはここでも一つ、ね、正しかったかなと思います。それはですね新しい案件が来たからといって無理な資金を割かないということを私は自分に決めてるんですよ。 余剰資金を作って、その余剰資金で新規のとう投資に行くって形なんで話が来てもいきなりお金出せるわけじゃないんですよね。で、しかも私最低金額で行くんじゃなくて、結構まとまった金額で行きますから。1本100万とか200万300万とか仮に言うとその2300万で行かないようなものは投資じゃないと思ってるんですよ。10万とか20万でやるものは私にとっては投資じゃないと。他の人は違います。他の人は自分なりの資産計画とか新規資金計画がありますんで、3万とか5万から始める方もいれば、1000円とか2000円で始める方もいると思います。そこについて。 私はは特ににね、とかく言うつもりはありあませんけど、自分が飛び込む時は最低額っていうのはやっぱりね自分の資産額だったら、まあ、100万とかいう単位になってくるかなって決めてますんで逆に言うと2 3 0万からスタートするような投資はあんまり話を聞かないってことになったりとか行くんだったらまあそこそこの金額かなってことになると思うんですよ。まあ、今回ねいろいろお話しましたけども実はね今回の私がこれ動画を作ろうと思ったきっかけはですね えとウォート君、小野崎さんを解析します今後はどうなる仮想通貨ビットコインウォー EX っていうタイトルで私のおすすめ動画に上がってきたね花家竜馬さん、うん、ねこの方の動画を見て非常にわかるなと思ってねコメントを書いた上にこの動画撮らないといけないなと思ってね動画撮ってみたわけなんですけども、えー、花家さんねとっても若くてかっこいい方ですね。こういうい風な、あのー、YouTube を 見てる方いいなぁと思いますねだ。大好きですね。こういう考え方の方。で、チャンネル登録者数が222人ということでフィーバーしてますね私もチャンネル登録これからしようかと思います。はい、チャンネル登録させていただきました。ありがとうございます。これからもね、こういう方のね、お話をね、もっともっと聞いてみたいなと思います。えー、勉強になるなぁと思いましたね。じゃあ、動画説明欄に花家さんのおこのね、えー、動画、 今回私がすっごい感みを受けたこの動画のリンクを貼っておきますので、よろしかったらご覧いただければ幸いでございます。で、さらによろしかったら、花江さんのチャンネル登録をしていただければと思います。で、私はね、自分の動画のチャンネル登録してくださいよっていうことはないと思うんですよ。ないんですけども、人のチャンネル登録はお勧めしますんで、ぜひね、その辺組んでいただいて、えー、見ていただければと思います。それでは失礼します。本当にね、すごいいい方がいるもんですね。